今回は連続講座森鴎外没後100年記念の最後といたしまして、戯曲芥川を読む演劇人としての鴎外というお話をする予定です。森鴎外はもちろん、作家として、それから、医者として、翻訳家としていろいろな活動をしておりますが、あまりよく知られてはいないかもしれませんけれども、演劇人としての活動も見過ごすことができません。非常に早い段階から、イプセンとかハウトマンとかいうヨーロッパの戯曲を、紹介して、幼い薫という市川左團次と一緒に自由劇場という新劇運動を始めた作家がいますが、その幼い薫に非常に大きな影響を与えた。幼い薫は森鴎外の弟子と言っていいんですけども、その鴎外はですね、9編9つの戯曲を書いておりますが、その中の、芥川というのは、歴史的な、時代、古代に題材を取ったものです。そういう歴史劇はやはりそのある程度古風な言葉で古語でもって、セリフが書かれているのがそれまでは当然だったんですね。それを、口語体で書いた、非常に早い段階の、歴史劇を口語で書いたという早い例として、芥川があります。で、この芥川という劇はですね、万葉集の牧九、それから牧十九、高橋虫丸とか大友のやかもちの歌、それからもう少し下って平安時代の大和物語、そこにある、まあ簡単に言えば、二人の男に思われて、どちらになびくこともできず、死を決意する女の話なんで、その万葉や大和物語に影響を受けた求塚という能もあります。で、まあ鴎外はその3つのどれによったのかはっきり分かりませんが、その同じ題材を芥川という現代語の劇にしているわけです。いずれをも取り入れながら、いずれとも違うところに特色があるんですけれども、その芥川を、読んで、合わせて演劇人としての鴎外に迫りたいと思います。